ゲーズ文字は、かつてゲーズ語を表記するために生み出され、現在は、アムハラ語、ティグリニャ語、ティグレ語など、エチオピアやエリトリアの諸言語の表記に用いられる文字で、ある。ゲーズ文字、アムハラ文字、エチオピア文字とも呼ばれる。サブサハラアフリカでは極めて古い歴史を持つ。アブジャドである南アラビア文字から派生したアブギダであり、左から右へと書かれる。 一つの文字が一つの音節を表すことが多い。ゲーズ文字の基本的なシーンは26文字からなる。文字の順序は他のセム系の文字とは大きく異なり、一家のように並ぶ。これと同じではないがよく似た配列順は古代の南アラビア文字とウガリット文字にも例が見られ、特に後者は後期青銅期時代の紀元前1200年頃のもので、 あって、古い歴史を持つ順序であることがわかる。ただし、特定の宗教的な文脈では、ヘブライ文字などと同じ順序に並べられることもある。アムハラ語を表すゲーズ文字は、ゲーズ語にない破殺音、摩擦音などを表すために7文字が追加されて33文字になっている。追加文字は、元のゲーズ文字に横棒などを追加することによって作られ、配列上は、 元の文字の直後に置かれる。基本的なシーン文字は母音のが後続するものとみなされる。それ以外の母音が後続する場合は、文字の上下、右などに記号を追加することによって文字を変形する。実際には記号と文字が融合して新しい字のようになってしまっている場合もある。特にが続く場合に、どのように文字が変形されるかは暗記するしかない。母音は次の7つがある。 新音化したシ音ンは、それぞれ新音化していないシ音ンに新音化の記号を加える。その上に、さらに母音記号が加わることもあるが、新音化シ音ンには、UO は後続しない。ゲーズ語の表記に使われる文字の総数は、26のシ音ンに7つの母音が後続し、4つの新音化シ音ンに5つの母音が後続するため、26745イコール202文字になる。 死音の後ろに母音が続かない場合は、が続く場合と同じ表記になる。ゲーズ語には、重死音があるが、表記上は、重死音とそうでない死音は区別されない。ゲーズ文字には、ギリシアのイオニア式数字表記に由来する数字が存在する。ただし、現代では通常アラビア数字を使用する。伝統的に、単語の後ろにはコロンに似た記号を加える。 現代ではこの記号はスペースに置き換えられつつある。コロンに1本の横棒を加えたものはコンマに、二本の横棒を加えたものはセミコロンに、コロンを2つ重ねたものはピリオドに相当する。7つの点で段落の終わりを示す。ゲーズ文字で書かれた創世記。ゲーズ文字は南アラビア文字から発達したことが明らかである。アクスムの地には、 紀元前500年頃のサバコ系の南アラビア文字で書かれた碑文が残っている。ゲーズ語は遅くともアクスム王国時代の4世紀には文字に書かれた。サバ語にない P などの文字が新たに追加された。最初は南アラビア文字と同様ーンのみを表していたが350年頃から母音記号が付けられるようになった。ゲーズ語を母語としない者が学習する必要が 増加したのが原因かもしれないという。ゲーズ文字の母音記号の付け方は、インドの文字とよく似ているが、両者に歴史的な関係があるかどうかは分かっていない。アムハラ語は14世紀以来この文字で書かれている。アムハラ語には、ゲーズ語にない摩擦音や破擦音があるが、これらは破裂音の字の上に横棒を加えることで表される。また、も、N の字に横棒を加えることで表される。 文字名称が存在しないのはアムハラ語用の追加文字である。ユニコードには次の領域に以下の文字が収録されている。ありがとうございます。